最高安店前景担々官補またはダ、ンダンバーガーは、台湾南部のファーストフードチェーン及びそのブランド。官補は、ハンバーガー、ハンバーグ全般に対する中国語圏の当て字。黄色の看板に赤字ロゴ、ペリカンマークがトレードマーク。中華と洋食を設置したメニューが特徴で、1984年に、高尾市で1号店を出店し、台湾のオンライン調査では、 最常殺傷非即食店で常に上位にランクインするほどの人気を博しており、ファーストフード業界における南部の発射と報じられることが多い。2017年現在で台湾国内に42店舗を展開しているが、南部の都市圏に限られているため、定期的にインターネット上で北部進出を望む声が上がっている。 南部からの台湾高速鉄道とバイク便による直送を歌う代理購入サイトが現れたり、異業種の企業でも南部限定の場合、買いの担々などと評されることもある。その起源をめぐっては、インターネット上で様々な説があり、社生の夫婦が創業し、1号店は高尾市全金区七々県事というものや、再生のある人物が高尾市五港に出店したが3年後に経験を、 他者に譲渡したというものもある。高尾発祥であり、公式サイトでも、店舗案内は高尾市、平東市のみだが、政府の登記上は、本社所在地が、台南市となっている。のれんは消したのか移転したのかは、現在も謎のままであるが、このことから、台南名物という口コミが品質し、台南市民と高尾市民で論争になることもある。単単官補は、 コストパフォーマンスの高さが特に有名で、セットメニューは朝食で50元以下、それ以外の時間帯でも100元以下で販売されている。日系や米国系などの外資系外食チェーンが続々と進出しているが、資本力や店舗数ではそれらに対して劣勢であるにも、かかわらず、首都圏である台北都市圏にも全く出店しないその経営方針も含めて、台湾でも 注目度が高い。従来から北部以外の情報量が少ない日本語のガイドブックでも取り上げられることは稀だったが表紙の写真が台湾で大反響を呼んだマガジンハウス発行のブルータス2017年8月1日号で掲載された。ハンバーガー、チキンなどの洋食と米んせや関東街などの中華料理を同時に提供しているのが特色。 基本的に注文を受けてから調理する。2009年1月、台湾最大のインターネット掲示板、火で、丹丹丹保に関するスレッドが数日にわたって相次いで投稿される騒乱が起きた。単の字がタイトルに含まれるものであれば、無関係な事象もスレッドとして投稿され、あまりにもユーザーが集中したため通常の利用にも障害が出るほどだった。 最終的に数百のスレッドが立てられたが、管理者によって水を消された。単単管補が炎上要素を含む事件を起こしたわけも、ネット向けのマーケティングを行ったわけでもなかったが、台北市などの北部で全く出店がないことや、その高評価が生み出した、飢餓感と PTT の主なユーザー層である大学生を中心とした拡散力が重なった陳事とされている。PTT でも、 黒歴史扱いとなった。ありがとうございます。